50型は、肩の痛みと運動制限をきたす疾患。A. アドヒーシブキャプセライタスともいう、40型とも。正式には、肩関節周囲炎という疾患群のことで、肩関節の周囲に起こる炎症のこと。従来は、腱板損傷や、石灰沈着性腱板炎なども含めて50型と呼んでいたが、近年では原因の明らかな疾患は50型に含めない。 すなわち、肩に頭痛と運動障害がある。患者の年齢が40歳以降である。明らかな原因がないという3条件を満たすものを50肩と呼ぶ。最初、肩関節付近に鈍痛が起こり、腕の可動範囲の制限が起こる。次第に痛みは鋭いものになり、急に腕を動かす場合などに激痛が走るようになる。痛みのために、腕を直角以上に上げられなくなったり、 後ろへはほとんど動かせないなどの運動障害が起こる。生活にも支障をきたすようになり、重症化すると、洗髪、髪を溶かす、歯磨き、水事、洗濯物を干す、電車のつり革につかまる、洋服を着る、寝返りを打つ、排便後の尻の始末などが不自由となり、日常生活に大きな困難をもたらす場合がある。 軽症で済むか重症化するかの仕組みもはっきりしていない。痛みは、片方の方だけの場合と、一方の方が発症してしばらく経つと、もう片方の方にも発症してしまう場合とがあるが、片方の方が発症してしまうと、もう一方も発症する確率が高いようで、これを防止することは難しい。また、痛みのピーク時には、肩の痛みに加えて、腕全体にだるさやしびれがあることも、 常に腕をさすっていないと我慢できないと訴える患者もいる。初期の症状が始まってからピークを迎えるまで数ヶ月を要し、ピークは数週間続き次第に和らいでくる。痛みのレベルにもよるが、鋭い痛みが感じられなくなるまでに半年前後、さらにボールなどものを投げられるようになるまでには1年前後かかる。腕の可動範囲を 発症前の状態までに戻せるかどうかは、痛みが緩和した後のリハビリ次第だが、多くの場合発症前の状態には戻りにくい。炎症期は肩を無理に動かすことを避け、肩の保温を測る。公縮期には、温熱療法を行う。また、症状に合わせて、ストレッチやコットマン体操を行う。公縮が和らいできたら肩の運動を徐々に増やす。50肩は、腰痛。 外傷性形部症候群などとともに健康保険で、ハリー治療が受けられる6つの疾患の一つである。薬理的な治療としては、関節へのヒアルロン酸もしくはキシロカインの注射が行われる。この際、ジアゼパムを合わせて服用すると、短期間で日常生活に支障がなくなるほど症状は緩和される。ジアゼパムによって症状が回復する傾向が見られるのは、 関節だけの障害だけでなく周辺筋、腱の炎症が関連していると考えられる。ステロイドの関節への注射は最大2ヶ月が限度とされる。ジアゼパムの抗不安作用に対する耐性は誘導されないため、こちらも抗生神薬的側面から長期の服用は依存症をもたらす恐れがある。しかし、激痛を緩和し方の稼働範囲を発症前に ほぼ戻すのに必要な期間と薬剤の投与可能限度は一致するため重大な問題はない。ありがとうございます。